皆さんこんにちは、背景イラストレーターのアリです。今回も楽しんで iPad で描く背景イラストをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はですね、一点透視の説明をやった時に、この一点透視の今描いてますが、色を塗る方法をやっていくということだったので、今回ちょっと色を塗るですね、やり方をやっていきたいと思います。風景の色塗りの方はこうなんとなくの感じで、色を置くやり方をやっていったんですが、今回はしっかりカッチリ塗る方法をやっていきたいと思います。こう仕事でスマホのゲームとか、まあ、普通のゲームでもそうなんですが、一番使う塗り方になります。さあ、どういう風に塗っていくかと言いますと、ちょっと早速やっていきたいと思いますが、まあ、今回こういう感じで一点透視でちゃぶ台、まあ、机を用意しておりますので、この机を使って塗っていきたいと思います。まずどういう風な塗りをするかというのを考えていきます。今回は資料をちょっと用意したので、フリー素材のサイトさんからちょっと持ってきた画像になるんですが、ここに写っているようなこういう茶色いテーブルだったり、このハリネズミくんが乗ってるですね、白いテーブル、まあ、これ椅子なんですが、まあ、こういう感じのテーブルを描いていこうかなと思うわけですが、最初にどういう風な感じで塗っていくかというのをここではっきりさせておきましょう。さあ、そして塗っていき方はですね、一気に塗っていくんじゃなくて、まずは最初に塗り分けといってですね、こういうような感じで各レイヤーに分けて塗り分けをしていきます。この塗り分け、どういうことかというと、ここに用意してる机でいうと天板で、天板の下ですね、ここの部分、この厚みの部分と足、そして足の横側といったような感じで、このパーツごとに塗り分けをしております。でこうやって塗り分けをすることによって、後からですね、テクスチャーを塗ったり色を変えたりとかすることができます。でレイヤー、線画のレイヤーを消してあげると、こんな感じで線画なしの塗りも出てくる感じになります。色の塗り方ですが、色の塗り方はこんな感じの、まず一番上に線画を用意して、レイヤーを下に用意して、そのレイヤーにこう塗っていくというような感じですね。使っているペンはこのペイントの、ペイントじゃない、カリグラフィーとか、スケッチインクとかですね、インクのスタジオペンとか塗りやすいかなと思いますので、こういう感じで塗れるやつですね、こういう感じで。なのでこういう感じのペンを使って塗っていってみてください。あとはですね、もう一個のやり方としては、線画のレイヤーをコピーして、線画のレイヤーにこのプロクリエイトの使い方の時にやったようにですね、こういう感じで持っていってあげて、よいしょ、こんな感じで一気に塗っていらないところを消していくと、まあ、こっちの方が早いかもしれないですね。こんな感じで消していって、よいしょ、でいる部分だけ残して、あとはレイヤーの、アルファロック、これは透明部分を保護してくれるので、アルファロックをしてこの線画の部分も塗っていってあげます。今回線画を描いたのが鉛筆で描いているので、ちょっとボコボコしてるんでね、この分かりますかね、この隙間がちょっと濡れてなかったりするんですが、まあ、この辺はもう仕方ないので、こうやって塗ってあげるしかないですね。まあ、こんな感じで塗り残しの部分を塗っていってあげて、でこんな感じで綺麗に塗ってあげましょう。まあ、そして、レイヤー構成の話になるんですが、この縁ですね、縁のレイヤーの上に天板があるんですが、レイヤーが上に重なるとその下のレイヤーは隠れるので、天板一番上を塗ってその下を塗るときはもうそんなに神経質にならずに、こんな感じでガンガンはみ出して塗っていって大丈夫です。はみ出して塗ったとしてもレイヤーで一番上に天板を置くので隠れちゃうんでね、ここは気にしないで大丈夫です。こんな感じでレイヤー構成も考えながら、どれを一番上に置こうかなっていうのを考えながら塗っていってください。というわけで、まずは塗り分けですね。で、塗り分けが終わったら、その後に塗り込みになります。で、塗り込んだらどうなるかというと、ちょっと塗ったのがあるので出してみましょう。こんな感じで
で綺麗にちゃぶ台になってるかと思います。いかがでしょうか。で、この塗り込みだったりするやつも線画を消すと、もう線画なしの背景イラストになったりするわけですね。これも一緒ですね。天板、このヘリの部分で足という感じであります。さあ、こんな感じでちょっと塗っていってみましょう。どういう感じで塗ったのかというのをちょっとね、説明していきたいと思います。さあ、まずは天板から塗っていきましょう。で、塗るときに押して、ね、アルファロック、これですね、これをかけてあげて透明部分の保護をしてあげます。で、透明部分の保護というのは、塗ったときにこの塗り込んでるところ以外は塗れないようにする命令ですね。で、ここにある用意したこの資料を元に色を決めていってあげます。まあ、なんとなくの参考にしてあげればいいかと思いますが、ちょっと見えにくいと思うんで、ちょっとアップにしながら塗っていきますね。さあ、塗っていく方法ですが、まあいろいろブラシはありますが、今回もですね、プロクリエイトを使用しております。ちょっと言うのが遅くなりましたが、今回、この中で、まあ、やっぱり、ガッシュが僕結構好きなので、ガッシュで塗っていこうかなと思います。他にもですね、いろいろこのペイントの中にアクリルだったり、オリエンタルブラシとか結構使いやすいのがいっぱいあるので、自分が好きなので、ね、試してみてください。今回はちょっとガッシュを使っていきたいと思います。で、ガッシュを使うと、わかりますかね？ちょっと見にくいかもしれないけど、こんな感じで、テクスチャー、なんかこうザラザラしたテクスチャーが最初から載ってるんですね。なので、まあ、これを利用して塗っていくんですが、まずは、こうガーッと、ベタで塗っていきます。で、基本の色を入れた後に、ここを見ながら、ちょっと暗くしてみようかなとか、いろいろと、まああれを参考にしながら描いていきます。なので、今回はちょっとそこの上にカラーを乗せていくんですが、ちょっと見えない、見えるかな？見えますかね？よいしょ。こんな感じで塗っていくんですが、この透明部分をちょっと薄くしながら塗っていくとですね、いい感じになります。ちょっと分かりやすいように真っ白、かなり白っぽいので塗っていきましょう。今こうちょっと光の感じを入れてます。分かりますかね。こういう感じでタッチはこうタンタンっていう感じで塗ってあげると、塗りムラをうまく表現することができます。で、あとはちょっと濃いめのものをこう点々と入れたり、基本的にはタッチはですね、こう置くような感じで塗っていくといい感じになりますね。こんな感じでもう終わりです。これだけで結構いい感じの、でテクスチャーがもともとついてるブラシなので、こんな感じでテクスチャーがついてるブラシだと非常に簡単に描くことができます。テクスチャーない場合も、基本色を塗ってその上から色を重ねていくのが主になります。そしてこの横も似たような感じで塗っていってあげます。で、この横はもうちょっと暗い感じなので、もうこれだとだいぶ真っ黒なんで、ちょっと真っ黒はあまりよろしくないので、まあ、暗い色を入れてあげましょう。こんな感じですね。で、暗い色を入れた後に、ちょっとこの天板の色を軽くこうトントンと置いてあげると、トンと、ちょっとリアルに、ね、なりますので、こんな感じで色を置いて、あとは、足も一緒ですね。足の色を入れてあげて、で、ちょっとトントンと置いてあげます。すると、ちょっと手書き風の感じというか、テクスチャーが乗ってる感じがしますので、テクスチャーっぽいのを乗せてあげて、で、ここも一緒ですね。あとは、よいしょ、こんな感じで塗ってあげると、という感じで、こう塗り分けをしてるともう一気にこうでっかいブラシでボンボンと塗ることができます。そう、でかいブラシでですね、できるだけ大きい面で塗った方がいい感じでムラなく、うまいことムラができるというか、なんかこう綺麗な感じで塗れるのでおすすめになります。で、その後にこの足の下ですね。足の上か。この縁と足の間にレイヤーを足して、
で、マスクをクリップっていうのを押してあげると下のレイヤーにこうやってマウントされますんで、この下のレイヤーの濡れるところしか濡れなくなります。これでここに影をですねつけていってあげます。で、影はエアブラシ、このソフトエアブラシっていうやつを使って入れていってあげますが、その時に使うですねこのスタイルがあるんですが、これを蒸散というのにしてあげるとこういう感じで影を塗ることができます。なのでちょっとここら辺に影を入れてあげると、よいしょ、こんな感じですね。今影を入れました。わかりますかね、ここら辺がちょっと暗くなるかなと思いますので、こんな感じで暗くしてあげて影を入れることができます。あとはこの縁のところに、こう縁っていうのは光がこういう感じで反射というか光のラインが出してあげるととてもいい感じに見えるので、ちゃんと光っているようなね感じが見えるので、オーバーレイとかスクリーンとかを使ってレイヤーを一番上に足してですね、でそれで描いていってあげましょう。で、細い線を描くときは、鉛筆の 6B とかタッチをつけたくない場合はもうちょっと違うやつとかで塗ってあげたりするといいです。わかりますか、今光のラインがちょっと入ったのがわかるでしょうか。で、こんな感じで光のラインを入れてあげて、例えばこちら辺とかにもこうつけてあげると、どっちからちょっと光が当たってるか設定してあげるともっと綺麗な線を引くことができます。で、こんな感じで入れてあげて、こんな感じですね。よいしょ。で、今入れたハイライトがこれになります。ハイライトが入るとね全然感じが変わるんじゃないかと思いますが、こんな感じでハイライトを入れて終了になります。ただまあ下の方とかにですね、なんか下の方にもなんか絨毯みたいなのを引きたいなとか思ったら、下の方にこうやって色を入れてあげるとなんか和室っぽくなったりとかですね、で光が落ちてるところにこうやって影を入れてあげるとか、こんな感じでこの下辺はこう影を入れてあげたりするとよりそれっぽい感じに仕上がります。まあ、こんな感じでちゃぶ台の塗り方、まあちゃぶ台だけじゃなくていろんな背景の小物をですね、こうちゃぶ台があってこっちに本棚があったら本棚はこういう感じで、まあ、塗り分けをしていろんな、まあ、レイヤーをこういろいろと作ってあげて、そのレイヤーを一つ一つにテクスチャーを入れて塗ってあげるという塗り方になりました。さあ、この塗り方、塗り分けで塗る方法ですが、すごい利点がありまして、今こんな感じで2個出してますが、これ最初に塗っておいた方ですね、で今塗った方、この2個でもだいぶ色が違うと思います。なのでこんな感じで色をですね、変換することができるというか、一個一個ですね色を変えることができます。で、塗り分けしているこの天板だけちょっと色を変えたいなっていう時は、天板の色を、カラーでこうやって変えてあげたり、わかりますかね、今ちょっと青くなってるんですか、よいしょ、こんな感じでこう変えてあげることができます。あとサイド下げたりとかですね、こんな感じのこともできるので、こういう感じでパーツを分けておくと非常に後々修正がしやすいっていうのが利点になります。あとはこの上の天板だけ雰囲気変えたいなとか、こんな感じでですねこっちのハリネズミの方みたいな感じにしたいなっていう時は、こういう感じで上の天板だけこう書き直すとこういう感じになるというような感じで、かなりですね応用が、まあ、あとは後々の編集がしやすいし、こっちで使ったやつをこっちでも使えるっていうような感じでいろいろ使えますので、こう塗り分けをしていろいろ書いていくっていうのはかなりいい方法の一つになりますので、ぜひお試しください。この方法でやってるとですね、やはり先ほども言いましたが修正がしやすいので、特にこう仕事でやるときとかですね重宝するかなと思います。さあ、そして、もう一個だけ塗り方の説明でですねやっておこうかなと思いますのが、このその他って書いてるんですが、このテクスチャーを貼るときにこの
僕が資料で持ってきたやつを見ると、実はこれとかも結構こう木の芽が入ってたりとか、こっちも木のラインが入ってるんですが、このライン一個一個書くとですね、非常に大変なんですよね。例えば一個一個書くとなると、この辺にこういう感じでこう書かないといけないと、ね、これがすごい大変なので、最初にですねテクスチャーを作っちゃうっていうやり方もあります。こんな感じでちょっとテクスチャーを簡易的に用意したんですが、これもう真四角で作ってあげるんですね。真四角で作った後にどうするかっていうと、テクスチャーを作った後にですね、これをこの移動ツールで移動してあげます。こんな感じで、でこうやって伸ばしてあげる、こうやってね伸ばしてあげて、でここも縮めてあげたりします。こんな感じでここを変更した後にディストーションっていうのをやってあげて、こんな感じで、これもですね一点透視の部屋を描くときとかに、あのマス目を作ったときにこういう使い方をしていますが、こんな感じで作ることによって、もう平面で最初に描いてあげると、それをこうパースに沿って変更させるだけで、ね、天板が描けたりとかいろんなところが描けたりしますので、こういうテクスチャーっていうのはですね、いろいろ自分で作っておくと応用が効きます。こっちの壁をすぐ機能に変えたいなとか、でこれレンガだったらすぐレンガに変えたいなっていう時に対応できますので、こういうテクスチャーはですね作れる時はぜひ作っておいてください。こういうテクスチャーの書き方っていうのもそのうち動画にしていきたいなと思いますので、その時はぜひご覧ください。さあ、というわけで今回はオブジェクトの塗り方になりました。一つ一つをですね、ちょっと前回の路地の書き方よりはちょっと大変だったかなと思いますが、路地の時はこうバーって一つのレイヤーに書いていったので、レイヤー的にはすごい楽だったと思いますが、今回はですね一個一個レイヤーを分けることによって少し手間がかかる塗り方にはなるんですが、その分ですね先ほども言ったように後からこういう感じで、ね、天板を変更したりとか色を変えたりとか、そういう応用が効きますので、ぜひこちらの塗り方もできるようになっておくといろいろ広がるかなというところがありますので、ぜひこの塗り方もやってみて試してみてください。ちょっとこの下が適当ですね。本当はですね、本当はあの光の当たり方も考えた方がいいです。はい、今回はちょっとそこを適当に描いてるんで、まあ、真上からかな、上の方から当たってるっていうだけ設定してますが、まあ、そこもですね本当は考えながらやってみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。今回はオブジェクトの塗り方になりましたので、いろいろ試してやってみてください。ぜひですね楽しんで iPad で背景イラストチャレンジしてみてください。かなり面白い、いろいろ前回やったようなあの部屋のイラストだったりするのを一個一個ですねこういう感じで描いて最終的に仕上げたりすると非常に面白いので、ぜひチャレンジしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。